りです。今回私が紹介するのはハレイワにありますパーカイベーカリー。パーカイベーカリーパーカイベーカリー海ベーカリーです。ここはもうこんなに昼間朝から並んでますが、何が美味しいと思いますか？ここで人気なのはじゃーん、これも書いてあります、スノーパフ。スノーパフがね美味しいんですよ。スノーパフはこちらにございます。こちらに来てください。スノーパフ、マンゴーバター、ガバター、これがスノーパフになります。もう朝でね売り切れちゃうのね、午後夜になるともう売り切れちゃう。美味しいシュークリームのね、雪のかかったシュークリームです。普通のねシュークリームもありますので、両方How much is that? $2.51 ね。$2.51で買います。じゃあ、無事スノーパフを買いました。こんな感じになってます。もう雪が滴り落ちるようなね、アメリカ人の富士山すごいってね言われましたけど、どうなってるかっていうと、こんな感じ。あ、なんか冷たい。これね、ここ触ったらふわふわして冷たい。ちょこっとかけてみましょう。上チョコレートになっててね、パカッ、あ、すごい、これなんていうんですかね、カサカサ、パサパサ。ちょっと開けてみましょう。どうやってやるんだろう。あら、あ、ちょっとやる、あ、あ、あ、ごめん、なんか分けようと思ったらなんかはみ出てきちゃった。汚い、ごめんなさい。こんな、ちょっと、まあ、こんな感じになってます。ちょっと食べてみますね。スノーパフ。あ、美味しい。これ、クリームが本当になんかまろやかで、で、あんまり甘すぎず、で、やっぱり、すごい冷えてるから美味しいです。でチョコレートとこの上のパイのような生地ですかね、これもちょうどねクリームにマッチして美味しいと思いました。これはいきます。で、ローカルの人がね並んで、買ってるのはなんか分かるような気がします。ぜひね、これたった2ドル50セントかなで買えます。下に値段書かれますのでね、ぜひね飲んでみてください。おすすめです。マハロ。